僕のこと好き？ごめん、なんか言った？僕相当言ってますよ。野さん隣空いてますよって言ったら、うん、あっって言ってそのまま違うとこ座りました。そうだ、あったあったそんなこと。そんなに太って見えないんですよ。てか太ってないですからね、皆さん気をつけてくださいね。中村くんは決して太ってない。お前はうるさい。こっちではナポリタンっていう言い方された時に、うん、てめえこの野郎。改めまして神谷博士です。君とチューチュー。いやうるせえし、お前本当俺が名前言ってるとこに食うんじゃねえよ。チューチュー。今日もあなた帽子かぶってね。まあやっぱ今日トルキー来たんで。今日ベストドレッサーのために来たんで。